それでは多段解析法による形態素解析を用いた音声合成用読み韻律情報設定法とその単語辞書構成と題しまして、長崎技術科学大学の西山から発表を始めさせていただきます。まずはじめに参考文献はこちらの、文献を参考にしました。概要になります。最初に、この文献では日本語音声合成という技術で自然に聞きやすい音声を、何らかのテキストがあってそれに対して自然に聞きやすい音声を出力するようなそういった、音声を出力するような、アクセントや、どこで、息を切るというか、例えばこれであれば日本語テキスト音声合成っていうふうに一回区切りを置くのか、それとも日本語テキスト音声合成っていうふうに一回で読むのかみたいな、そういった情報を正しく設定するというのが重要なタスクになってます。それに対して多段解析法に基づく形態素解析を用いて読み韻律情報を設定する方法、また読み韻律情報を設定するために用いる単語辞書の情報について説明しています。それによってその2つの情報によってニュース文章を対象にした評価において読み韻律情報を正しく設定でき、またそれの有効性を確認できたということです。まずはじめに日本語テキスト音声合成というそのタスク自体の話なんですけど、入力はそのかな、漢字とかなが混じったテキスト、それで入力文に韻律情報を設定します。例えばその漢字の読みであったりアクセント、またはアクセントの句ですかね、そのどこまでをその同じアクセントで読むのかみたいな句と、またどこで区切るのかのポーズ、またアクセント型というのがあります。それで出力は音声した、その合成された音声を出力するっていうふうになってます。 それでこの読み韻律情報はそこでピッチや時間長の長さを設定して波形を生成するために使われます。自然で聞きやすい音声合成を出力するためには読み韻律情報の正しい設定が必要です。その読み韻律情報の中でも特にそのアクセント区っていうアクセント区境界っていうのとポーズっていうのがありまして、それがかかり受け構造を利用した手法が多くて、今まではかかり受け等の基地の言語的情報がないと、正しく解析ができなかったということがあって、かかり受け解析をする場合には前提となる言語情報の取得がコストがかかってしまい困難ということがあったり、またかかり受け解析自体の精度が今回のタスクにおいては十分でないことがあるというのが問題でした。また N 分節の品質情報を用いた局所的なかかり受け情報の取得という文献があるんですが、こちらに対しては分節内の処理について言及がないということが今までの問題としてありました。それあとまたは品質列を入力として確率文脈自由法を用いてかかり受けを学習というふうな方法もあったんですが、分節内構造の予測が誤ってしまう問題によって精度が低下してしまうという問題がありました。それに対して本論文ではオーディオテックスというそういう、音声合成システムが開発されまして、その特徴としては形態素解析における読み韻律情報に付与した超単位設定という、普通よりも長い、単位で単語を切るというんですかねという設定と、またアクセント区境界における複数分節アクセント区の設定というのを行います。またポーズ設定における多段階設定法の導入というのもありまして、この3つの情報を使って単語辞書を構成することについて説明しています。ですが、今回ちょっと時間の問題で、この形態素解析におけるこの超単位設定、こちらの方はかなり短めに話します。また、ポーズ設定における多段解析法の導入については今回は話せません。今回話すのは、アクセント区の設定方法と単語辞書の構成について話します。従来の、その音声合成システムと違うところは、こちらの方式がベースになっているんですが、読み韻律情報の設定の際に文脈間のかかり受け解析を行わないというのが特徴になっています。それによって先ほどのその今までの基地の情報が、必要だったりとか、その精度が十分でないという問題を減らしています。オーディオテックスについて具体的に説明なんですが、オーディオテックスというのは読み韻律情報を設定して、漢字かな混じりのテキストから読み韻律情報を設定して、それで音声を合成して出力するようなその一連のシステムを言います。特徴としては単語辞書の登録数が非常に多くて、ここにちょっと書いてないんですけど、31万語だったような、少しちょっと分からないんで文献の方を見てもらえばいいと思うんですけど、非常に多くの、単語辞書に登録されている、登録数が非常に多いというのが一つの特徴で、もう一つの特徴が他のシステムにない意味カテゴリー等の、意味情報があるということなんですが、これは複合語の意味的かかり受け解析の精度が高い、これによって精度が高くなる
という特徴があります。オーディオテックス内のテキスト音声合成の流れなんですが、まず日本語テキストがあり、そっちの奥なんですけど、日本語テキスト音声があり、それによって、そのテキストからテキスト解析部というのに流れるんですけど、テキストをまず、形態解析を行って、そのテキストの読みを今度は、分けてあげて、読み単位に分けてあげるというんですかね、富士山は美しい山ですというふうにアクセント区を分けてあげます。最後に、その、音結合付与、型付与というふうにあるんですけど、どういうふうに読むかというアクセントを最後に付与してあげます。アクセントじゃないですね、音韻、記号をつけてあげて、でその次に音韻、読み韻律情報というのでアクセントをここでつけます。最後に音声を合成して、その合成された音声を出力するような内部になってます。読み韻律情報設定のための単語辞書情報というふうにあるんですけど、超単位語への対応というのは、超単位語というのは大体複合語なんですが、基本的には単語辞書には単単位語が登録されています。で複合語というのは単単位語の組み合わせというか、複数の単単位語が合わさって超単位語になるというふうになってます。しかし一部の例外として超単位で登録されている語いくつかあります。一つ目は連語、補助要件、何々しているのいるだとか、格助詞相当語というふうにあるんですけど、何々についてのについてというふうな、この論文についてとかですかね、についてっていう部分が登録されています。また一部の慣用表現っていうのがあるんですけど、一語一会っていうふうに分けて、一語にしないと一期一会になってしまって、一と次の期のつながりが分からないので、一つの単語として扱うのが難しいという語に対しては一部の超単位語として登録しています。また日仏 A もこの一つだけで、この一単語として扱うためには最初から超単位で登録する必要があるため、このように登録しています。また有名な人名や地名、例えば羽生善治さんとかであれば、その漢字の読み間違いが登録することによって起きなくなるので、こういった語は登録しています。また国語辞典に込み出し語や派生語として収録されている一般用語は、一般的に使用頻度が高い言葉であると考えられるので、こういった語に関しては超単位語として登録しています。しかしながら超単位語を一語として扱う場合には問題がありまして、一般的に形態解析の性能は向上するのですが、それに対してアクセントの設定においていくつか問題が発生します。例えば超単位語の内部アクセント区境界っていうのがあるんですけど、例えば日仏 A であれば、いや日仏 A だけで普通にテキストであれば正しいんですが、実際に読むときには日仏 A というふうに真ん中で1単語ずつ区切る必要があるらしくて、そういった場合に1単語として扱ってしまうと、日と A の両単ごとにしかアクセント区境界に対応できなくなってしまうので、そういった問題について対応する必要があります。また彼についてという語も、彼についてを1語にしてしまうと彼についてというふうな読み方ができなくなってしまうので、それに対しても対応する必要があります。また複合語を構成する単語数によってアクセント境界を設定する場合に正しく設定できない場合があります。例えば、形態素解析結果が為替相場速報サービスだったとします。その場合、為替相場がもし1語になっていた場合は、為替相場と速報とサービスで3語になってしまって、4語の場合は、この為替相場と速報サービスで切るというパターンがあった場合に、3号なので、この場合は為替相場速報サービスと全部1号になってしまって、途中でアクセントが切れることがないっていうふうになってしまいます。そういう場合に本当は為替相場速報サービスっていうふうに間分けてあげたいんですけど、それができなくなってしまうので、その問題を解決する必要があります。そのためにアクセント区情報という情報をその単語につけてあげて、超単位語を構成する単単位語のモーラ数っていうのは、拍っていうのは一つの漢字を読む、スピードっていうか時間ですかね、その一つの単語を読む、拍を、そのアクセントに最初から保持しておくことで、解決しようというのが一つと、あと語数、例えばこの、為替相場であれば為替と相場がくっついているので、語数は2になります。また構成単語情報っていうのは、その見出し帳と品詞読み帳とあるんですけど、それぞれの為替と相場の、その見出し帳、見出し帳っていうのはその実際に読む時の長さ、その読む時の発音の長さや、品詞や読み帳も、その3つを、新たに単語に追加情報として登録してあげます。また、アクセント付与っていうふうにある、2つ目に今ですね、今説明したのがこの
単語辞書の構成についてなんですが、次にアクセント区境界における複数文脈アクセント区の設定について説明します。先行研究では文節間でのアクセント結合は行っておらず、文節をアクセント区としていました。しかしながらオーディオテックスでは結びつきの強い文節間では特別にアクセント結合を行うようなことをしています。このアクセント結合っていうのは、例えばそう思うっていうのはそうと思うで今文節が分けられてるんですけど、それをそう思うっていうふうに一語にしてあげて、そのそう思うの後にアクセントをつけてあげるというふうな処理をします。またそのパターンが指示副詞と要言、もしくは連対詞プラス名詞の場合、複合詞ではない場合の連対詞プラス名詞になる場合のこの2つのパターンの場合に結びつきの強い文節として扱ってアクセント結合を行います。また複数語内の意味的な かかり受け情報や複合直後の単語の品詞情報によって他の単語とアクセント結合をするかを判断します。例えば正月番組でというふうにあれば正月番組でとそのまま読めばいいんですけど、今日番組でというふうになってしまうと品詞は品詞というか、品詞ですかね、品詞は同じなんですが、区切る場所が違うというふうに、こっちでは品詞、正月番組でって切るんですが、今日番組では今日と番組で分かれるんで、その場合にアクセント結合をするかどうかを判断する必要があります。以上のような処理を行ってあげて評価を行いました。評価の方法としては入出文書484文全29829文に対して単語辞書を全く整備しない状態で読ませた場合と、単語辞書の今までのことを行って単語辞書の整備を行った後に評価した場合、またベース手法、こちらの宮崎らのベース手法を元にして行った場合、全ての場合での合成音声が不自然に聞こえる場所を誤りとして評価しました。この評価者は2名の評価者で評価されています。で 評価の指標なんですけど、読み正解率とアクセント区境界正解率、アクセント型正解率、ポーズ正解率、読み韻率、正解率というふうになっています。それぞれこの方、下の方に書いてあるんですけど、今回は省かせていただきます。読んでいただければと思います。評価結果なんですけど、正解率はクローズド評価において読みの誤りが約3分の1になっており、ちょっとですかね、あ、すいません、約3分の1になっており、ちょっと出てないですね、刺さない方がいいですかね、アクセント区境界、アクセント型の誤りが約半数に減少していることが分かります。こちらのダメですね、触れないですね、ちょっと、この減少分は、道語の新規登録や複数語かかり受け情報の整備によって経済解析結果が向上したこと、また、読み韻律情報付与の正確さによって改善される割合が示されています。また、ベース手法と比較すると、こちらのオープンクローズのこの上のオープンクローズの結果では、形態素解析における超単位認定が、すみません、新たに正解率が、オープンとクローズでは、オープンっていうのは、辞書整備前なんですけど、整備前では正解率の平均が 90.63、読み率情報の正解率が 90.63% なんですが、辞書を整備した後は 94.51% と正解率が上がっていることが分かります。しかしながらいくつか誤りがありまして、その誤りの要因としては読み誤りが大多数を占めていて、これは形態素解析結果の問題なんですが、同型語の読み分け誤りというのがありまして、香港ドルと元というのがあった場合に香港ドルと元というふうに読んでしまったり、大勢っていうの、これはまあ普通に読んでも大勢と読む場合もあると思うんですけど、これが体制だったりとかする場合に読み誤りがあり、そういうものが誤りのうちの 75% を占めていました。またアクセント区境界誤りというのがまたありまして、形態素解析における品詞単語の設定が誤っていたことが問題でした。国会会期末という国会会期末という場合文字で使った場合に、国会の後に会が設備字として誤って登録されていて、それで期末名詞というふうに別の語として扱われていたために、設備字と固有名詞がくっついて国会と会期末というふうになってしまった、これちょっと上のこの例が間違ってますけど、国会会期末が国会会と期末となってしまっていて、実際には国会と会期末に分かれることが正解なんですが、そういうふうな問題がありました。
また数量表現において操作一過という表現があった場合に、その操作と次の1の関連付けができないために、操作一過が操作と一過というふうにアクセントが置かれてしまっていたという問題が約 11% ありました。まとめになります。形態素解析結果から得られる単語情報を用いて読み印率情報を規則により設定しました。また読み印率情報設定のための単語辞書の構成を行いました。評価ですが、2名の評価者による評価を行い、単語辞書整備前の正解率が 95%、 単語辞書整備後の評価が 91% というふうになっていました。それにより読み印率情報を正しく設定できたということが分かりました。今後ですが、単語辞書の精度に大きくこの結果は依存しているために、単語辞書の整備向上を容易に行う手法を今後考えていく必要があるということでした。以上で発表を終わります。ありがとうございました。